籠池さんですね。籠池さんの懲役5年、奥さんが執行猶予5年で懲役3年という判決が下りました。おはようございます。昨日ですね、あの森友問題で、判決が出た部分がありまして、あの籠池さんですね、籠池さんの懲役5年、奥さんが執行猶予5年で懲役3年という判決が下りましたね。はっきり言ってですね、森友問題、何が起きてるのかわからないという方が多いんじゃないかなと思います。この森友問題っていうのはうまいことね、巧妙にですね、問題がすり替えられていて、まあ私が考えるところですね、まあ佐賀財務局長をはじめとする、証人喚問で、嘘の虚偽の答弁をした方とか公文書を改ざんした方とか隠蔽した方っていうのは一人もですね、罪に問われずに無罪放免と、そして、まあこのね、籠池さんに関しては、まあ、懲役実刑が下るということで、まあ、割り切れないものがあるなと思います。で、森友問題いつまでやってんだよっていうのがね、大概の世論だと思うんですよ。で、同じようにもう忙しくってね、こういう人のこととか法律のこととか国会のこととか考えられないようになってるんですよね。これからますますそうなると思います。私たちは忙しすぎて事の真相ってのをダイジェストでちょっとしたね、テレビメディアで見るだけです。でもテレビっていうのも完全に支配されてるわけなんですよ。で、情報をコントロールされてるんですよ。それがよくわかるのが予算委員会なんですよね。予算委員会っていうのは、例えば5時間の予算委員会があるとして、そんなのね、長々と見てる人って、まあ、私みたいな暇人ぐらいなもんですよ。でもその全部を見てるとですね、隠せない全部を見てるとよくわかります。何が動いているのか、何が動いていないのかっていうのがね。でもそれをですね、テレビの、夕方7時とかね、それから夜9時ぐらいのダイジェストを見るとですね、なんかうまいことですね、正しいことをやってる人が悪いことをやってるように見えて、悪いことをやってる人が全く罪がないように見えるの、それが不思議ですよね。しかも報道されなかったりすることもあるんですよ。もちろん各テレビ局報道の自由がありますから、何を報道するのか何を報道しないのか、それを決めることができます。ただやっぱりね、昨日みたいなものね、かなり割り切れないなというのが私の感想ですよね。で、桜を見る会ってのもね、私最近話題にまた出しますけども、桜を見る会ってのも結局そんなこといつまでやってんだよとかね、コロナウイルスどうしてくれるんだよみたいなことがあると思いますけども、このですね、もっと大切な問題があるのにいつまでそれやってるんですかみたいな世論が恐ろしいんですよ。なぜならそういう効果を狙って、やっぱりね、答弁っていうのはものすごくね、のらりくらりとやってるんですよ。それこそ同じことを、同じ鋭い質問が来たのを、言い訳がましいことでかわしてですね、どん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 伸ばしていくんですよね。どん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 与党の方が伸ばしていくもんですから、野党がいろんな角度で切り込んでいって、それこそね、精緻に積み上げた何ですかね、会話術で証拠をつかもうつかもうとして、そして新しい、証人を出したりとかね、新しい証拠を出してくるんですけども、それに対して確認しますとかね、聞いておりませんとか、記憶にございませんっていうのね、ずっと延々と続けて、そういった模様がテレビで放送されると、数ヶ月間同じ問題を延々とやってるように、無駄なことをやってるように見えるわけですよね。ところがね、ものすごく大事なことがそこには起きてるわけなんですよ。いやー、なんかね、本当に奥歯に物の挟まったような言い方しかできませんけども、なんとも言えないですね。今日はですね、 YouTube ご覧の方、動画説明欄に一本の動画をちょっと付けさせてもらいますんで、そちらの方でね、どう感じるのか皆さんに後はお任せしようかなと思います。それでは、今日もね、忙しいと思いますけども、忙しい中でね、本当に暴殺ってのがありますけども、忙しさに殺されてしまうと本当に何をね、私たちは問題にすればいいのかってことすら考えられなくなってきて、本当に自分が生きてるだけ、自分の月末の支払いだけのことが頭がいっぱいになって、世の中がどっちに向かうのか分からなくなってきます。で、これ前も言いましたけども、私には生まれたばかりの大和くんっていうね、息子がいるんですけども、この子がですね、20歳とか30になった時にとんでもないこのね、子供に恨まれるような社会を作り出してしまうんだよなと思ってしまうんですよね。皆さんどう感じになったでしょうか。それでは行ってらっしゃい。